ちは、こんばんは。ゲーム動画の一行です。サッカークラブ育成新練習飛び飛びと始めていきましょう。今回は大阪市3位、強豪が相手も続きます。さあ、この結構疲れが溜まってるんですよね。なので何人がスタメンとして出てくるのか、そこは鍵となります。設定でちょっと下げよう。これで聞こえるようになる。でもちろんいつも通りですね。変えませんかね。もう万全の体制で出ます。そうな感じになってきた。ということで、これでいきます。相手の方が高いホームです。前回は敵地に乗り込んで勝ちましたからね。早くも1点決めたい。くるみ。いますね。選手がわからんな。3失点。順調なスタートを切りました。ヘディング、センタリングしたまどかを見事でした。リナオス大阪は2位の筑波長丸に 3点差ですからね。危なかった。今のペナルティーキックのピンチなんだ。危ない。なのでまだ十分射程圏と言います。そう考えると止めないといけない。いいセンタリングが来たぞ。危ない。ゴールから外れました。危ないシーン多いな。さあ追加点、緑。決まった。2点目。すごい。30分を前にして2点差つけましたよ。ホームディションですからね。これは大喜び。緑が飛び込んできてヘディング。決めました。7個から緑。さあこうなると相手はもう早くも攻撃的布陣に切り替えてきますからね。これから気をつけないと。ゴールドはそんなに変わらない。三笘選手の状況どう見るんだろう。3点目こんだけ順調に運ぶとは、前回のキャピタル東京戦の大勝利で勢いに乗ってるんですかね。止められない。前半だけ3対0、かなりのリードを奪いました。疲れが溜まってるよね、相手やっぱりね。それだけに動き、精彩を欠いてる部分はあるかもしれません。慎重に攻めれば、相手を動かせれば勝てますよ、これ。緑に渡ってセンタリング、これは外れてしまった。相手ボールをすごいのです。完全にフォワードに切り替えてますもんね。お、ここで見ることできるな。でもやっぱり一流選手を残してますね。まあ問題は疲れだな。一人も変えてない。それ一人も疲れてない。わからない。すぐ疲れるでしょう。どうせ後半開始直後。くるみが疲れてるな。くるみの疲れはどうでもいい。中断選手です。来た。全員交代です。さあ、そんなことをしているうちに、ナイス。相手は完全に攻撃的布陣ですからね。小坂がすごい元気だ。クリア。結構疲れも変わってきてますね。危ない。お、2歩ナイス切りました。動きは悪くなっているはず。そして緑、上だ、上ずれてしまった。さあこれで一気にようやくここで3人チェンジ、フレッシュな状態になります。ナセオさんがもう完全に守備捨ててますね。超パワープレー。守備すら前に押し出てます。そうなるとちょっとこれは危ないぞ。2人です。ノンホイッスル。朝うまく通ってしまってるぞ。さあ時間がもうあまりありません。あと5分。こちらボールはフリーキック。1点欲しい、最後に打ち付けに。入り組んだまま試合終了。後半は両チーム得点ありませんでしたが、前半に奪った3点を守りきりました。まず前半11分、リカはナーゴでした。ヘディングシュート。緑がかいくぐって飛び込んできて、ヘディングシュートを決めました。もう1点緑が追加してます。アタッキング後半膠着状態です。相手は超攻撃的に右を敷いていて一気に攻めがきつくなってきます。だが点数は許さずこのまま試合終了。ボールの支配率は圧倒的ですね。このシュートの数が違います。シーンはキープ。筑波大学を1点差に追っています。リバステ大阪がこれで3点差から6点差に引き離されましたね。2チームでの優勝争いかな。あと5戦です。一戦休んでハルティール、浜松、武蔵小ホーネッツです。ハルティール、浜松8位か。まあ、S も多いですね。特にやっぱり守備です。守備の強さは、計り知れないものがある。攻撃はそういうことじゃない。エンリケぐらいかな。武蔵小ホーネッツはどうでしょう。やっぱ落ちますね。10位。まあこれは佐世保ドッグスの方がいいチームかもしれない。ジャパンカップも間もなく始まるんでね、油断は手を抜くことはできないって言えるでしょうね。去年は2位だったので今年は優勝をもらいたいですね。カップも優勝から2年遠ざかっているので、ね、取りたいです。ということで強豪リバステ大阪を破ることができました。これで、ね、ジャパンカップに近づいてまいりました。公式戦もあと5戦です。筑波大学はいますが優勝に向かって突き進みたいと思います。応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄にプレイリスト、ブログ、Twitter ございます。よろしければアクセスお願いします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画レイコーでした。